せーの、苦しい。正解。
さ、生きてるだけで幸せだよな。いや、そう感じてるんだ。それでは今夜のアニポケは、リコとロイたちは株から得た情報をもとに黒いリックルドを探しにガラル鉱山へと向かう。その道中で気を失って倒れているリブリムを見つけた。元気がないのは心の問題みたいです。そんなリブリムを放っておけないリコは自分で面倒を見ることにするのだけれど、それでは今夜のアニポケもお楽しみに。幸せは激アツでたこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。今のアカウントだ俺、今のアカウントだ俺、
シージはご手柄ポーン。キノコのパスタ、炒めたキノコとパスタを茹でた
と。お、新しいアイテムだ。ちょっと見てみよう。今までの冒険で子供が出題してきた謎解きがもう一冊に。新しい謎解きもあるみたいだ。謎の図鑑で君にぴったりの職業がわかる。ひらめけ謎解き学習謎解きキングダムは発売中。僕と一緒に謎解きを楽しもう。おはスタは TVer でも配信中。お気に入り登録よろしく。さあ新登場するポケモンチャーデスはおはスタイムのコーナーから今まで何回画面に出てきたんでしょうか。右上にあるこのコードスマホに読み込んで正解先に投票してくれ。はい、お願いします。最も投票数の多い選択肢がおはトモのね、これ答えになるということで、もしおはトモが間違えちゃったらチャーデスが抹茶ポケモンなだけにですね、激励な茶を池崎に飲んでもらいたいと思います。うわやだな、頭頼むよ。お願いします。投票締め切りまでは1分間です。それではリアルタイム投票スタート。さあ今から1分間投票を受け付けます。おい、4が多い。あー、4回が多いな。どうできたね。まだ投票してないよというおはトモは今画面の上にあるこのコードを読み込んで、さあお願いします。さあ圧倒的 B の4回が伸び続けています。そうだね、 C に入れてるおはトモはやっぱ池崎に飲ませたいっていう気持ちで確かに C に入れてるのかな。これはもし正解が出た場合この激似ガチャは回避されますが、なるほど、間違った場合はこれ飲むことになります。さあどうですか皆さん。相当怖そうだな。これね、池崎に激似ガチャを飲ませるか飲ませないか、これもかかってますから。さあここで他が伸びてくるかと思いましたら、うわ、ビーバーシュート。そこまでです。さあ今見てもらった通りだとは思いますけども、B の4回が一番多かったですね。はい。さあでは正解を教えていきたいと思います。池崎さんお願いします。まずはオフタイムのコーナーでここにいるチャレンスがまずは1回目だ。ねえ、それ池崎さんが見つけられなかったやつだね。さあそして続いてはね、激アツネタのこの踏み出しの VTR の中にチャベスがいましたね。これそれぞれの VTR に1回ずつということで、これがそうです。デカオチ、そして私の背中にも映ったよ、はい、これ難しかったんじゃない。ここもね、これびっくりしたよね。さあということで正解は B の4回でした。はい、なのでお子供たちが大正解しました。ということで激似ガチャは飲まなくて大丈夫です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。